始まりまりした大介さんのお部屋でございます。えー、というわけでございましてね、えー、今日も先週に引き続きですね、えー、スポーツライターと言いますか、スポーツジャーナリストと言いますか、沖縄を変えた男という本も出しております。えー、た永りさんとともにですね、えー、やっていきたいと思います。まあ、皆さんもね、家にいることが多いと思いますからね、えー、じっくり聞いていただきたいなと、かように思うわけでございますけど、まあ、あのこの番組はですね、ちょうど、えー、まだね、あの、 なんですかあのなんて言うかあの高校野球が中止になりましたって決まったばっかりの日に収録しておりますので、うんはい、ちょっと時期的にはあのあれなんですけどね,そうですね僕はい、怒り心頭なんですけどもそうなんですね、うん、まあしょうがないですけどね、はい、決まってしまったものまああれなんですけど、うん、まあ一番かわいそうなのはやっぱり高校野球やってる、えー、ね高校生いっ,っちゃえば今の3年生ですね。 言ってましたよ野球の神様がおそ、はい、らく、うん、この3年生の中に王、うん、長嶋に続く、うん、歴史に残るような選手が生まれるんじゃないかと。うん 野球の神様言ってました。本当にすごくつまんないね。もうびっくりするぐらいだったね。何もないね。いや絶好調ですね今日俺。本当ですか。まあでもね考えるによってはあのピッチャーなんか肩をね温存してるところもあるのでね。その辺はまああの壊さずに済んだみたいないうふうに考えればまああるだろうと思います。でもそれ以外の子が可哀想ですよね。プロに行く子たちはいいですけど。いける子たちもね。それ以外の子たちが可哀想です。高校野球で関係性就職するってね。 就職もなないいいいみたたねもう本当にどうしたらいいんですかす、ね、もうこんだけ自粛させられちゃってね、うん、もう不景気になっちゃってねもう困ってしまいますけどもねまあでもね今日はだからスポーツの話もまあ先週もしたんですけどね、うん、あでもあれですよねあの競馬やってますよね、うん、<馬>ああやってますよね競馬やってますよねあ,あれはですね聞いたらですねな,なんかねあの。 JRA が、ね、一括で決められるそうですね、なんか競馬に詳しいあの新聞関係の人に聞いたら。<ー>で、他のところあるでしょ、あのー、例えば競輪とかそういうのですね、自治体が決めるところはやっぱり中心しますっていうことになっちゃうんですよね。そ<ー>、えー、だから JRA が一括でやってるということで、やってますからねはいはい、はい、競輪は自治体ですもんね。 何が競輪は自治体です自治体が主催になることが多いのかな。<艇>ボートはですね団体がいくつかあります。そかはい、だかからできないのか あの一括,あ一括じゃない難しいです、ね、難しいってことねそういうことになってますんでねでもまあねテレビなんか私はもうその,あ,のあお煽り報道みたいなことをね、まあ、言いましたけどあの競馬のことについては誰も触れないというねうそういうこともありますからねだからおかしいんですよだからそなんかこっちを叩いたりでもこっちは叩かないみたいな当然ねテレビっていうそういうね,ね<え>なんかずるいことい<つ>こういうね煽れるコロナ情報を出してこっちはんま出さないみたいな感じ石田純一さんは 叩いて山田隆之は叩かないなそんな駄目ですよそんなのそれちょっとよく分かんないけどそれはまあなんとなくそういう雰囲気のものでコロナウイルスとは関係ないじゃない <laughs> えでもほら山田隆之も沖縄来たじゃないですかこの間あまあね、はい、まあその辺はあるよねそういうなんか差別みたいなねか,かわいそうだなと思ってなるほど、うん、じゃあそういうわけでね、はい、<laughs> 今日は明るい話で <laughs>、はい、えやってみたいと思いますそう,そういえばね俺の友達の松村邦弘君もね高校野球がなくなってがっかりしてましたやっぱり寂しい人はたくさんいるだろうと思いますし、えー、松永さんなんかね高林ちゃんはもうそう高校野球部なくな 仕事の一環だったわけだからね。スポーツジャーナリストだったから、うん、だからこそ怒りヒシントなんですよ。まあそれもありね。えー、ねえ続いてもあのまあ外国とかでもまあ野球が始まって、うん、えたりなんかしてね、も、ま、う、あ、お客さん最初は少なくして台湾の野球はねなんか70年代のパリーゴみたいななってる、うん。国、う、家、ん、<laughs> 的ですよ。うん、<laughs> 感じましてメ,メジャーもねどうなるのかわかりませんのでね、うん、いろいろとただねあの野球なんかはね。 あのまあ無観客でやると売り上げとかいろいろ問題あると思うけど、うん、あのなんか選手の凄さは分かるよね。あの音とかで。そう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 そ,うそこはまあ,あ相撲が分か、ね、相撲がそうですもん。バチです。うんうん。凄、うん、いですよね。あの音ね。音があのう,うとかね。<laughs> 差し合いしてとかうんうん <laughs> ってね。すごい密ですよね。ね <laughs> いいんでしょうかっていう感じもあります。<laughs> だからそういうできるものとできないスポーツとあるのかもしれないから。 さっっき言ったけどボーリングはね対戦すると一1レーンと20レーンに分かれて <laughs> <laughs> テレビ中継はこう今私たちの動画みたいにく,くっつけてテレビ東京がよくやってましたよねでもあれはレーンが近いじゃんレーンが近いそうじゃなくて1レーンと2十レーン <laughs> 分かれてね やってみるとかね、はいろいろそういう考え,考え方もあるんじゃないかと思いますけどもね、うんえー、だからやれるスポーツやれるスポーツとかなんか出てきちゃうとちょっと困っちゃいますよね何にもねえのかお前の話何もないのか、ねうん、すごいなこの人はでメジャーもできてあそうだメジャーもねあれしてますけどいろいろルールがやっぱやっていくうちに変わっていくかもしれないですね最初の頃はねハイタッチなしとかねだかどん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 多分あの 最初いろんな規制がありますけど、うんうん、まだどん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 規制が。 変わってくるんでしょう、ね、まあ、変わってきたらいいですけどね、うん、私はねあの、まあで、できたらあの前回とか前々回とかのことで、あのコロナの報道について喋ったことをまあ聞いてほしいんですけどもね、うん、例えば2 0 0何年、8年、9年、10年ぐらいでしたかね、インフルエンザがう大流行したとき、2009年かな、出たときに、日本ハムの選手でしたっけ、うん、たくさん感染して、オープン戦のときにありましたけど、あ,りましたあれだって別に普通にやってるわけだから、<laughs> ね、強力なインフルエンザですよ、うんえー、すよよかっったんですよ知ってますよ。 あの日本の中でもあの数千人亡くなってますから当時の橋本知事か知事が、えー、っとあの小,中小中高を休,休ませましたよね、うん、大阪府だけがね、うんでもまあ今回にね比べるやつ言ってはいけないんですけどもちょっとね今回振り上げた拳をあ下ろせなくなってきちゃったっていう,うもう何か悪人で,ですよね。 えー、それはもう私は、まああのねまあ、先々週も言いましたけどもこの煽りほうみたいなものがねいろいろとなかなかね左右してね振り上げた拳が。 いざなんかこう、だんだんその新型コロナの正体が分かってくるうちに振り上げた交渉を下げられなくなって、それを利用していって、なんかこう、いろんな商品も生まれてくる、景気のいい仕事も出てくるっていう感じになっていったんじゃないかな利理研が生まれてるってことですよね。まあ理研は当然生まれてるんだろうなと思います。うん、まあそういうね、昔話も皆さん聞きたくないと思いまして、きょはですね、まあいろいろと,とわ私たちもいろんな取材をしてますけどもね、電話取材になってる、なってんですよなってますね。なってますで、私は最初から電話取材なんですよ。 なぜかというと沖縄にいるから、うん あのタレントなんかにインタビューするときとか、最初から電話でやってたんですよ、うん、でその時はですね、あのこういうことを言う人がいたわけですよ、もう電話なんかでやっててね、そんなあの実際に会いに行かない、沖縄に住んでやってちゃだめだって言ってたんですけど、うんうん、今そ、その人がです、ね、あれ、どういうふうにやってるんですか聞きに来たっていう、<laughs> <laughs> あれは何だ電話をですねどういうふうに置いてあれ <laughs> いや、だからオンフックにしてやったりとか、<laughs> うん、<laughs> あそうなんですかなんて言ってです、ね、<laughs> 時代がやっと私に思いついたっていう。<laughs> ことなんですね。もどうですか？僕は電話取材は楽ですけど、筆には落ちますね。筆、筆。何が？出力が落ちますね。あ、書く内容が,が。内容は下がる。確実に下がりますね。あ、そう。はい。全く変わらないね。本当ですか？逆にあの電話っていうのは、まあ私はこの騒動の前からやってますけど、うん、あの声の方がいいですね。声に集中できるってことですね。ああ<ー>、話長い。 あとねな、なんだかその人の人間性わかるんですね、あ電話の方が。会、まあ、ってると、ですねごまかしが来くんですよ、なんてか、身振り手振りとかで、でも、声の方が、この人は本当にいい人だなとかね、そういう伝わってくるものがある、あと、話に集中できるんですね。あと、近くに、仮にマネージャーがいたとしても、うんまあ、私は見えないですね、実際話して、あ<ー>まあ向こうはスピーカー本で話してるとは思いますけど。 あのそれでもその人と一対一で話してるような親密感ってあるじゃないはいはいはいだからあれを突っ込んでも話が聞けちゃう聞けちゃうっていうか何てつうかなすごく近い感じがするんだよね本当は近くにいないのにだからね今あのメールとかね LINE とかが、まあ、当然中心になってると思いますけどぜひ電話をしてほしいですね皆さんあのだから田舎の人に、うん、お母さんにもメールとかじゃなくて電話をするのが一番いいんじゃないかなとは思いますねで、うんうん、でもあれはどうですかあの作家の 松野先輩に聞きたいんですけど、<ん>やっぱり顔が見えないと相手の表情とか<ん>その状況描写をが書けないじゃないですか。マイナス面はありますよ。あ,まあります、ね、マイナス面はありますけど、あ,どあの声の方が伝わってくる気持ちってありますよ。 当然なんかなんか女の人に聞いてるの電話の方がちょっとドキドキしプライベートで電話してるようなねだって会うとマネージャーがいたりとかあるわけじゃな、ね、い喫茶店だったりとか事務所の応接室だったりとかするわけじゃな、ね、いでも電話っていうのはさ俺ちょっとちょっとドキドキれで電話できる特権みたいなそれありますよね電話番号まずかけることがまあ,あのマネージャーの電話なんだけどね、うん、事務所の電話とかだけど。<laughs> でもねあの、まあ、信頼のあるマネージャーだったら、まあ、芸人とかはもう,もう知ってますよっと教えてくもらってそのままあのか会うより近く感じる時があるんでねそれはいいと思いますね。うん で私はあの前からそういうふうにして沖縄に来てからそういうふうにしてるのに、うん、あの向こうが気を遣ってすみません、こういう形になってしまいましてって <laughs> いや、俺、今、ずっと沖縄に住んで最近、沖縄に住んでるから <laughs> まあずっと電話でやってるんだよとは言わないっていうね。電話でどのくらいやります <laughs> まあ、ピンキーだと思うんですけど取材あ。俺も書くものは夕刊誌の日刊券ーに書いてるような、うん、1>, 1面ぐらいに書くわけだからは、まあ、俺はせっかちだからもう30分ぐらいですね。 そんなもん、ね、すごく短い、うん、短くわってやって、うんえー、書くっていう感じしますよね最近でも最近でもちょっとじゃあやってきた人俺書き出してきたから、うん、この、えー、コロナ相当って言ってもいいですかねこういうふうになってからやった人、えー、普段やってくれない人もね暇だからやってくれんのよ<ー>一番なんか嬉しかったのねェイジ<ん>歌手の「アナと雪の女王」を歌っているああ メイイジェイさんがね、まあ、マネージャー社長が知り合いだったのはあったんですけど、うん、まあ普通ね、ねなんかちょっとやってくれないかもしれないけどやっていただきましてえメイイジェイと電話で話してたんですかもうそうちょっとドキドキしてないな電話だから、ね、マネージャーが他にいる場所まあいるんだけどあその時はねあの,他の人の時もそうなんだけど今やってるのはあ,のあれですよ、な,なんだっけズームじゃなくて、えー、あズームでもやってもいいんだなズームだとかでやってるてあズームやってるんですか離れてもいるとかね。あと のグループ通話あはい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 よく,よく言いますねみんなそれマネージャーもみんな複数で参加して、うんえー、で終わったらそこあの要するにグループ通話のやつが解散みたいな感じになるってことですねうん、うん、まず俺とマネージャーが LINE でつながって,がってでそこに本人がは、うん、入ってくるみたいな感じですねそういうのはいいと思うよ ズームでやったのはなんか歌手のあの大橋純子さんシルエットロマンスの方のねやった時にまあ何年か前に癌を発病されて今また復活した矢先にこういう騒動になってしまってあれになっちゃったんだけど自粛になってるんでそれズームでやった時はねあの嬉しかったな大橋はシルエットロマンスの人だよって話聞いていいなねもこういうことは君はない特にあのそうだ僕はですねはいこのご時世ですが声大きいよ。 電話じゃなくてて直接やってますよあ本当、はい、あそれいいじゃないだって,だって僕顔が見ないとダメだと思ってますからあもちろんもちろん相手が嫌だっったら電話ですけど、うん、でも基本半分ぐらいは OK, OK して、うん、それはインタビュー記事インタビューあのインタビューですねはいあの普通の君があのノンフィクション書くための取材ではなくてインタビュー記,い<や>記事で、えっと、ノンフィクションノンフィクションもインタビューも全部ああそう、うん、僕は顔が見ないと嫌なタイプなんでん<ー>うん ただでさ声とかしゃべりも僕こんな感じなんでああそうか僕は相手の目と顔だけではい目と顔だけはい内容はいいその時点で下手くそだもんな目と顔だけであっ腹わけだはいえそうなのその方が楽僕はそうのほうが楽ですねうん電話だとだってもう嘘言ってるか分かんないですからねでもね俺は電話の方が真実だってことは分かるああなるほどね分かるんです まあ適当になるほどねとかいや <laughs> いいと思ってなんかね結構嬉しい人たちもねきますよ、まあ、最近聞いた人の名前書いてきたんだけどなこのコロナ禍ぐらいになってきてから、はい、コロナ禍ね前はコロナ鍋なんて読んじゃってねすみ <laughs> ません <laughs> コロナ <laughs> どんな鍋なんだよみたいな <laughs> <laughs> あれなんでコロナかなんですかなっちゃったねそういうふうに <laughs>、ね、なんか統一されましたよね <laughs> で統一されましたね、うん うみんながすごいコロナ鍋がねもう今流行っちゃってるんです <laughs> なんかよくわかんなかったね最初の頃はねえー、まあ芸人が多いからあのうどちゃんうどちゃんのあったしねあとひげ男爵、えー、それからあとずんのいいよさんもあったねいいよさんはなんか電車の中で喋っうんなあとあともう、まあ、ベテランの人とかね坂井徹さんトールちゃんあっとるちゃんと言われてる方 <laughs> 面白い坂井国を通るぞとらが通るちゃんいいなちぁとるちゃん,トルちゃん、えー いいでしょ。あと海原邦夫さん知らない相方がほら一級分けの人髪の毛フーってこうこういですね。の相方の人相方じゃあねいろいろ聞いてますね。これコロナになってからですよね。あまあそういう騒動が始まってからだね。本当ですか。始まってからそれからまあヒゲ男爵も聞いたしえそれからペコパな最近のねペコパが売れたじゃない。売れたんだけどこうなっちゃったからだいぶ 気持ちちとしてはあれだよねどっちですか二人二人あ,あとね、うん、あのほら、えー、とメルヘンすながって女芸人がいてね女芸人のコンテストナンバーワンのコンテストに出てたんだけど、はいまあ、仕事配布かと思って急にコロナになっちゃったんで <laughs> かわいそうだよねほんと困るよねあとコロッケさんもそういう聞いたなミラクルシカルちゃんも聞いたし、ま、前から知り合いの人もねいろいろいますんで君はなんかないの話はないのか僕な,いないんだ <laughs> ダメだなあイン,インタビューですか、うん でもなんかこういう人来ましたみたいな最近最近ですかあ有名でも有名じゃなくて同じ時だようなう僕有名人は取材しないんですよいや面白かった人面白い人を取材しないですねあ,あそうだっけまあまあ言ってたね、はい、なんか面白い人取材してませんみたいな、うん、基本的にはそうそうそう <laughs> 地味地味なその一般庶民の人たちを、うん、一般庶民って,ってたですね一般の方の ノリキションなんでやっぱりそういう人だ,そうだねまあ前もなんかそんな話でしたよね、うんうん、だからで、ね、今本当タレントさんなんかねあの芸人なんか仕事ゼロですよゼロえじゃあ先ほど挙げた方たちは仕事のな合間で電話してるんじゃなくてプライベートじゃないやなしの状態で電話してるんですかなしの状態の人もいるねだから、まあ、仕事場じゃなくてまあオフのオフのまあオフっていうかね、うん、まあそうだね うんそ、そういう状態の人たちもいるよね。ああ<ー>、いいですね。あとだからまあ、なんか電話でやるとさ、マ,マネージャーにが俺に信頼関係あるんだろうけど、はい、あのなんちょっとグラビアアイドルの人なんかと直接なんか普通に繋がったりなんかするとラインかなんかで、はい、ちょっとドキドキするよね。なるほどね。<laughs> なるほどね。どうしようもないな。<laughs> <laughs> いいでしょこの大使 <laughs>。あ、君は でもダメだよとか。取材として。他にもっとなんか人連れてって。大丈夫僕の武器があるんですよ。何？教えてよ。僕？うん。僕はもうの聞き上手。あ、そうか。向こうにバーッと喋らせる。僕そう。僕喋んないですもん。あ、喋れないで。うん。それでどうなんですかみたいな感じぐらいで。えーってもうずっと僕あるんですよもう。あ、そうかそうかそう。ものすごい上手ですよ。もう自慢じゃないですけど。うん。 息上手で自分のことを挟まないであもう全然挟まないで挟ま聞いてやってるってわけだそうですああそれいいねもうそのコ,ロコロナ禍でコロナ鍋じゃなくてコロナ鍋な鍋じゃなくてコロナ禍でだいぶなんか,だからスポーツ担当だから難しいでしょう仕事的にはそうですねでもほら逆にその会って取材した場合はした,した時この状態でした時には、うん、やっぱりもうみんなねやっぱしりたいんですよねもうああそうかそうか、うん、それあるだからすっごい喋ってくれてましたねみんなあそう誰が その中で取材した、まあまあ高校生なんですけどね。あ、高校生。高校生にも取材するんだ。あ、そう。大変なの、やっぱりスポーツはやってないから。やってないから、まあまあストレスですよね。ストレスストレスを発散したいがために、ずっと喋るんですよ。やっぱり高校生が。高校生、大学生。何選手よ。え、何選手。まあ野球選手です。あ、野球選手か。あ、あそうか、そうか、かわいそうだよね。かわいそうなんでも、うずっとおじさん聞いてあげました。本当に。あ、大変だよ。愚痴を。高校生の愚痴を。愚痴を。聞いてるわけだ。はい。 悪口ばっかりですあいつらみんななそうなの <laughs> 人の人のとはそのまあ監督だったり監督あと高野連だったりとかいやね何、うん、てこと言うのみ、うんな試合やらせろよみたいな感じで、うん、まあでもあい,いろんな思いがあるんだなでも何かの形でやらせるでしょなんかねまあね引退試合みたいな感じでやらさないとねはい終わりっていうわけにはいかないでしょうまあ近場だけでちょっと大会しようとかそうそう,うん そうういにしまあそうですよねだからまあこうやれば絶対絡んじゃいけないんでまあ練習試合かなんかわかんないですけどまあああ卒業練習大会まあそんな感じでそういう感じで地元だけのあれで俺たちもつらかったよみたいな感じでやるとかやるとかっていうのはまあ全国各地でやるんでしょうねやらないとしょうがないのスポーツもね まあそうですよねここ行くだけ特別扱いするわけじゃなくてのスポーツもテニスもあるだろうし陸上でも何でもあるだろうからやってあげないとねかわいそうだもんな区切りがつかないですからね引退の引退の大事なんですよやっぱり人間ってうん何が人間って何が区切り卒業生でしょ卒業生卒業生ですよね卒業生の区切りが大変なんです区切りをつけないとやっぱり気持ちが切り替わらないと。 あ切り替わないなこれで終わった負けたとかね勝ったっていうのでピシッと終らないと部活の引退がないんだよねないだって高校で高校負けたら引退なんでしょあそう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 いう引退の区切りがないそうないっていうのがやっぱり区切りをつけてあげないと可哀想だっていう話うんまあそうだねなんか考えてやるべきじゃないね君俺考えましょうかなんか動いてそうやってあこの人すごいなって歴史に名を残すよ本当にでも俺喋れないからね下手だもんな まあ、あのイベントなんかやっててもなんかすごいなんかもうボソ,ボソボソボソっつってるよね前半はそうそうそうね酒飲むとね酒飲むと、うん、元気なの元気なのいや元気なんだ、うん、おじさんじゃんただなの、うん、<laughs> おじさん,、うん、なんしょうがないななんかこうやるなんかこう野球についてとかスポーツについてもう今はだいぶ仕事がないから自分としてはどうしてるわけ仕事のサイクルはいや僕あれなんですよもうすごい真面目僕真面目になるんですよところから、うん、僕もね小説家なんですよ だから僕あんまでも野球は今回で終わりにしようかなと思うあもう足を洗うんだはいああそうだったんだ一応来月に最後の野球ノンフィクションを出しますあっ7月に4月4月んていうえそうそうじゃんタイトルは「主演社から魔化町系春夏あ違う違う江南春夏甲子園連覇のその後」あ江南のノンフィクションノベルだはい

あれ10年前なんだ春夏連覇したの彼らが卒業してからどうしてたらどうなったかっていうか10年間を彼らのその9の10年10年間を追いかけたかけたその後のその後のはいそうですね当然島袋投手はねあのホークス入ってえっていうことになってねまあ活躍はできなかったわけだのども彼を中心にいろいろな9を追いかけて追いかけたすごいじゃんすごいことじゃない本人のキャラクターに合わずにそうなんですよちゃんと真面目に試合仕事してるじゃないあのね 売れますねこれね <laughs> 自分で言うのもあれですけど <laughs> 沖縄で絶対売った方がいいそれはそうですね確実にそうでしょ、うん、確実に沖縄の出版社じゃないんでしょだって収益者ですねねすごいよそれは君うんねそれちょっとその話を聞かせてよもっとあ本当ですかもうちょっとそんなにいいだろうそれ <laughs> それこそ話せよみたいなまあだからその <laughs> みんな春夏連覇したからって、うんはい、ね 春夏連覇したレギュラーだからってみんなが幸せな道で歩んでるわけじゃないんですよ、うんうん、ああいろいろあるわけだよね、はい、逆にそれがプレッシャーになっておかしくなっちゃうような子たちもいるわけですよ、うんね、そういう子たちの一体何が、うん、何がこの10年間で自分がプレッシャーを受けて気持ちが弱くなったのか、うんうん、その気持ちが弱くなったどう、うん、乗り越えていったのかっていうのを書きました あ本当すごい力作じゃないそれは力作っすねそのだから選手一人一人のその後追いかけてインタビューしたわけでしょそうそうそう,そうもう <laughs> レギュラーだけじゃないですよ45人全員にオファーして <laughs> 手間暇かかる、うん、それ先言えよつまんねえ話ばっかりしてねえで <laughs> お前、えー、<laughs> そうっすかあんまり自分のこと言うのよくない、うん、バカなのかお前 <laughs> <laughs> バカなのかなす,すごいなそれは、うん、そうそう,そ,うそれやってましたからずっとコロナ

電話じゃないとダメだなと思ってたんですよ。僕ももちろんね。うんうん、そしたら向こうからやっぱり、うん、もう会って話しましょうって言われて、えそれは手間暇かかった、うん。えー、会っていいんだボリューミーな本ですね。そうですね。今だから二十八歳とか、あ、そうですそうですそうです。二十八、二十七、二十七。ね、全員がっていうかね、うん、まあ三年生だった人たちみんなね、同じ、はい、話聞いたわけだ。聞きましたね。え、それはもうずいぶん差し込みのいいあるなんか重厚な本じゃない。重厚な本ですね。もうやっぱ最後にふさわしい。

なんか PR ありますか、いろんな人生があるんだろうけどね、それぞれにねそれを全員追いかけたわけでしょ、追いかけました、手間とお金、相当かかりましたね、だって追いかける沖縄にいる子ばっかりじゃないでしょ、東京にも福岡でも全国ばらばらで、そうだよね、でもやっぱダだめじゃないですか、レギュラーだけじゃなくて、控えの方、子たちにもちゃんと話聞かないと、だめだと思って。 むしろ控えの子たちの方に話をいっぱい聞きましたよ比重はありがとうございますお疲れさまでしたいや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 主役じゃないですか主役はい人生の主役じゃないですかずっとあ何でもない何でもないあっそうかんか前もこんなくだりやったような気がするそうだったんだそれじゃあノンフィクションライターとしては最後に最後です 野球としては最後です。野球で最後です。はあでこれが小説家になると。それた純にいつでんの？七月二十日。はい。七月二十日に。はい。全国発売終え者ぶあ終え集え者文庫でした。あ文庫でね。はい文庫で。へえでも文庫でそれだけ取材重ねてってないね。ね。普通単行本になってる人文庫にしますみたいな。まあそうですね。多いかもしれないけどそれだけお金かけたっていうのはねぜひ楽しみにしていただきたい。はい。じゃ出る頃また来てくださいよ。あよろよろしくおねます。ね。はい。 お願いいたします本当にねその時はちゃんと話しますんではい、はいうん、あんまり期待してないんだよねそうですね <laughs> まあその時は、まあ、本を本を持ってね来ていただきたいてってことですねです、はい、というわけでございまして、えー、もうねあのスポーツライターとしては、はい、最後の仕事を今年やるというそうですねいで仕事納めですはい、はい、松永沙莉さんでございました大輔さんの部屋また来週ありがとうございましたありがとうございました <laughs> Это